皆さんこんにちは、アリマリアです。今日はなんとね、こちらを手に入れました。見てかわいいミニアコーディオンです。イエーイ皆さんご存知ですか？チャランポランタンっていうアーティストさん、姉妹のユニットなんですけど、姉の小春さんって方が素敵な才能あふれるアコーディオン奏者さんなんですけど、 YouTube をやってまして、もうすぐ7万人登録者数いくんですけど、その YouTube にハマってるんです。最近 YouTube を見てアコーディオンに触れてみたいなと思って、早速ねやってみたいんですけど、単純にね右左で弾くじゃなくて、こうやって空気を入れながら出しながら音を出すんですよ。ここのね、空気を抜くボタンがあるんですよ。こうやって空気を抜くと入って、ふーって早いんですよ。ここ押すと早いんですよ。ないとね、こんな時間かかる。自分で自ら命を吹きかけないと弾けない楽器なんです。チャランポランタンの小春さんがね、このアコーディオンを手にして弾いてたのがエーデルワイスだったので、私もちょっと今から練習してやってみたいと思います。もうちょっとさっき思わず触っちゃったんだけどね。これね、あのね、鍵盤じゃないんだけどね、押すとド、弾くとレみたいな、押すとミ、弾くとファみたいな、一応音階はちゃんとあるんですよ。でも半音ないので、やっぱキー C のシンプルにね弾けるやつぐらいしかできないみたいなんですけど、足りない空気が。
ほら、音鳴らないよ、ミミ。なんか私が悪いのかな。後輩さんがいつかこの動画にたどり着いたら、違うって言われそう。じゃあ、最後にエーデルワイスを弾いて終わりたいと思います。1、2、3、1、2、3。コーディオンらしいさ、あのかっこよくてマイナーな感じの曲とかさ、なんかフランスとかっぽい曲とかやってみたいから、いつかね本物欲しい。また今度チャレンジしたいと思います。とにかく今日はこのかわいいかわいいメリオコーディオンで遊んでみたっていう動画でした。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私アミマリアの音楽サブスクもありますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter や Instagram もフォローよろしくお願いします。新しい相棒できちゃった。はい、ということで皆さんまた明日、バイバーイ。